キングピンス、嵐を超える存在への飛躍が期待されるジャニーズタレント。木村拓哉が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ、未来への10カウント、や、嵐二宮和也が出演する TBS 系の看板ドラマ枠、日曜劇場、の、マイファミリー、何わ男子道へ春遊が、近代一少年の事件簿、日本テレビ系、で演じる五代目近代一など、 4月期のドラマでジャニーズ所属タレントたちが活躍しています。ネット上では各ファンがドラマを実況しながら楽しんでいる様子も見受けられます。彼らはドラマ以外にも映画やバラエティ番組などで多方面で活躍していますが業界関係者は今年さらなる飛躍が期待されているジャニーズタレントについて以下のように語っています。まず、キングピンス以下。 キンプリの平野仕様がキャスティングの際に頻繁に上がると言われています。キンプリはすでにジャニーズを背負って立つグループとして活躍していますが、かつては嵐に続くグループとして注目されていましたが、今や嵐を超える存在になる可能性に業界内から注目が集まっています。テレビ局関係者。 キンプリは2018年5月にデビューし、その後、スノーマンとシクストーンズが20年1月に、何は男子が21年11月に次々とデビューし、後輩たちも活躍しています。 昨年2月、雑誌、週刊文春、文芸春秋は、ジャニーズ事務所公認グループ別のカレンダー予約数を報道し、金プリが15万部であったのに対し、スノーマンが20万部を記録し、上回ったことが報じられました。また、同年5月には、ニュースサイト、日刊大衆、が CD の売り上げでも、金プリがスノーマンに劣ると報じています。 売り上げは重要ですが業界的にはファンの絶対数が多いことからキンプリーは一目置かれています。事務所内でもキンプリーは本流のジャニーズアイドル像とされ特別な扱いを受けています。昨年3月に岩橋玄樹が脱退した際はグループに一時的な失速感があったかもしれませんがそれを乗り越えて5人組として成功しています。 そして、メンバーの中でも特に平野は人気が抜きんでており、まだまだ期待されています。同関係者。平野はデビュー年の2018年4月期に TBSK の連続ドラマ、花のチャレから花男 NEXT シーズンから、で、かぐらぎハレを演じ、グループの知名度を高めることに貢献しました。その後も平野の人気は続いています。 が最近では長瀬角や高橋山も俳優としての仕事が増えており高橋は現在未来への10カウントで木村と共演しています。平野が金プリをさらなる高みに引き上げることへの期待の声もありますが、総合的にはグループ自体にも高い期待が寄せられています。同関係者、A、B 知事の川わいく人、本当の少年場がこれから、 平野や金プリに続いて、今年でデビュー10周年を迎えた A、B 知事のかわいく人が今後の飛躍が期待されています。グループとしても長らく伸び悩んでいた A、B 知事ですが、かわは、ジャニーズモノマネ、でブレイクしました。 様々なバラエティ番組に出演し、先輩や後輩を問わず、積極的にモノマネに挑戦する姿勢がダウンタウン松本人氏からも大絶賛されています。河合自身もモノマネで注目を浴びることを予想していなかったようですが、コロナ災いでブレイクしたジャニーズタレントの中で、河合が一番トップに立つでしょう。 A, B 地上はョウイ一がバラエティ要員として活躍していた以外はあまり目立っていなかったため、河合の成功はグループにとって大きなチャンスです。世間は飽きるのも早いので、下積み時代よりもこれからが本当の試練となりそうです。芸能プロ関係者。これらの活躍がジャニーズ全体の盛り上がりをさらに引き立てる可能性があります。